さんこんにちは、ももかわチャンネルです。はい、今回はこちら見ていただければわかると思うんですけど、またまた作ってみた動画です。まあお料理動画ですね。今回は最近話題の琥珀糖を作っていきたいと思います。最近韓国とかの方とかが結構食べてたり、すごい有名になってると思うんですけど、知らない方のためにちょっと簡単に説明しちゃいます。簡単に言うと和菓子です。これね、寒天を使った和菓子になっております。それでは早速作っていきましょう。今回使う材料は寒天 5g、 水 200cc、 砂糖 360g、 食紅適量です。寒天を3時間水につけるんですけど、水につけたものがこんな感じになります。これがだいたい 5g ですね。こちらで50個分ぐらい作れます。そしたら水を切っていきます。わお、あー割れちゃった。こんな感じです。水を切った寒天を鍋に入れていきます。 200cc の水をここに入れて煮ていきます。中火で寒天を溶かしていきます。こんな感じで徐々に寒天が溶けてきました。で、溶けてきたら砂糖を加えていきます。最初はすごい濁ってる状態なんですけど、まずと同時にどんどん透明になってくるそうです。こんな感じですごい溶けきってきたので、砂糖を入れていきたいと思います。でですね、見てください、この砂糖の量 360g ってこんな多いんですね。もうこれを見ちゃうと一回お菓子とかってすごいお砂糖を使うんだなって思いますね。早速入れていきます。全部入れちゃいます。ゆっくり、こんな感じですごい茶色いんですけど、多分皆さんが使ってるのはグラニュー糖っていう白いお砂糖だと思うんですけど、私が使ってるのはちょっと茶色めのお砂糖なので結構茶色くなっちゃいますね。多分皆さんは白いと思うんで、それはご了承ください。キベラでこうやってやって、糸状にビヨーンとルーンって糸状に垂れるまで混ぜます。これはまだ糸状じゃないですね。あ、こんな感じになったんですけど、みんなは多分こんな状態は透明だと思います。なので今からどんどん着色していきたいと思います。ちょっと色が茶色すぎて色つくかはちょっと不安なんですけど、入れていきます。様子見でちょっと一滴いきますよ。あ、でもおお、ちょっと来たんだ。赤になっちゃったね。赤でいいか。2色色を作りたいので半分に分けて1個、次もう1個青にしたいと思います。バットに流し込んでいきます。バットの上にグッチンキッチンピットバット、すごい跳ねる。こんな感じで混ざってる混ざってる。こんな感じでよく熱を取ったら2時間冷蔵庫で冷やします。はい、今2時間くらい固めました。ポイントはしっかり熱を取ってから冷蔵庫に入れることがポイントです。で、今からこちらのちょっと冷えてちょっと固まったこちらの寒天を切ったりちぎったりして形を作っていきたいと思います。ちぎったりしたら宝石みたいな形になって、切ったら綺麗な四角とかになるんですけど、まあどっちも気になるんで両方ともやっていきます。まず半分、あー気持ちいい、この通る感じが。ちょっと今力がいいね。こっちは一回手でちぎっていきます。こう半分に見て、あ、ちょっとこんな感じいきます。ゴー、どういうこと、あ、こういうことね。こんな感じ、きれい。Thank you.
今こんな感じでちぎったのと切ったの2種類作りました。すごい綺麗になりましたよね。近くで見るとこんな感じです。こっちがちぎった方です。続いて切った方、ママがちょっと細長いバージョンも作りました。はい、こんな感じでできました。あのね、ちょっと大変なことがありまして、あのこちらなんと約1週間くらい乾燥させなきゃいけないそうです。なんかこういうこれを乾燥させてると表面がちょっと白っぽく砂糖みたいなのが出てくるらしくて、それが出てきたら食べて OK らしいです。砂糖菓子っぽくなるらしいですね。なので1週間後また会いましょう。バイバイ。はい、こんな感じで1週間乾かしました。こんな感じでね、透明だったやつがぶどこんな感じで透明だったのがちょっとカピカピというか濁っている感じになってきました。あまりベトベト感がなくなってね、固まってきました。なのでちょっと早速食べていきたいと思います。でちょっとポイントは、あの作ってる途中に食べないです。すごい食べちゃってちょっと言っちゃったんですけど、もう一個あったんですけど気をつけましょう。じゃあ食べていきます。これね、音もいいそうなんですよ。すごい YouTube とかでも韓国の人がすごいブリブリ食べてて美味しそうになったんで、ちょっと音質もやっていきたいと思います。まず普通に食べていきます。じゃあどれからいく。じゃあこの青いこんな感じ、綺麗、宝石みたい。じゃあ食べていきます。おいしい。なんかやっぱりあれなんだっけ、和菓子みたいになんか中があんこっぽい味です。おいしい。外カリカリ、中もっちりっていう、これ飽きない。感触がおいしい。じゃあ音いっていく。甘いんでお茶とかと合いそうですね。すごい美味しい。これすごい簡単に作れちゃうし、まあ1週間乾かさなきゃいけないんですけど、簡単に作れちゃってすごく美味しいのでおすすめです。ぜひ皆さんもね、作る機会があったら作ってみてはどうでしょうか。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイ。